お、早速みちおくんフィギュア売ってるな。人だかりもできてるし、仕分けた甲斐があったぜ。よく見たらあいつ小野道夫じゃねえ、パチモンじゃねえか。見て見て、これ可愛くない？今クラスで流行ってるんで。あれ、道夫くんの頭についてるのって尾道ラーメンだったような。これうどんだよね。うどんもラーメンも大して変わらん。道、さあさあ早く買え道。とりあえずプロデューサーの弘中に連絡しておくか。はい、弘中です。おう、俺だ、春日だ。おう、一応鑑定士の春日さん。この間はありがとうございました。どうされました？実は今、偽みちおグッズを路上で売ってるやつを見つけたんだ。なんですって？本当ですか？ああ。場所は中華街の太陽門近くだ。道夫のパチモン着ぐるみを着て商売してやがる。パチモンの着ぐるみ。わかりました。私も準備してすぐに向かいます。準備、まあいいか。とりあえず弘中が来るまであのパチモン野郎を見張っておこう。その頭の果物ってみかんなの？あ、あ、あ、まあそんなもんだ、みっち。フィギュアが安いよ、みっち。あいつ、みちおの名を語ってひでえ真似しやがって。もう黙っちゃいられねえ。あのパチモン野郎、今すぐぶっ飛ばしてや。待ってください、春日さん。おう、弘中か。あいつさっきファンの子供。おお。あんた、弘中だよな。今の私は弘中であり、弘中ではありません。偽みちおに対する怒りの波動に目覚めた小野みちおです。みちおくんの偽フィギュアを売るだけでは飽き足らず、みちおくんを語って子供を泣かせるなんて絶対に許せません。プロデューサーであるこの私が直々に真の小野みちおとなってあのパチモン野郎を成敗してきます。おい、微妙によろけている気がするが、サイズとか大丈夫か？そのくらい日曜くんへの愛で何とでも補います。では。お嬢さん、そんな奴から偽物のフィギュアなんて買ったらダメだ、ミチ。え、ミチオくんが二人？そいつは小野ミチオじゃない。真っ赤な偽物だ、ミチ。あん、誰だってめ。誰だと聞かれたら名乗ってやる、ミチ。チャーミングなハッサクフェイス、
おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、イカしたナウイ ONO トレーナー、そう俺こそが尾道の象徴、尾の道雄だ。アコギな商売はやめて、この町から出て行け道。ああ、あ、何言ってんだお前、本物の尾道雄がこんなとこ来るわけねえだろ。え、商売の邪魔しやがって。おいお前ら、このふざけた野郎を叩き出せ。おいおい、大丈夫なのかあれ。え、あの、ちょっと待つ、みち、やるならディベートで勝負しませんか。私、尾道の大会で4位になったこともありまして。んなことするわけねえだろ、とっとと消え失せろ、クソ着ぐるみが。うん、ちょっと待って、いた、痛い、いやいや、やめて、やめて、おーのー、白田か。おい、大丈夫か、しっかりしろ。弘中、こんなになってまで道を守ろうとして。スーツだってブカブカでろくに動けなかっただろうに。連中に向かっていくあんたの姿、めちゃくちゃかっこよかったぜ。あとは俺に任せな、あんたや尾道の人たちの思い俺が守ってやるからよ。なんだお前、懲りずにまた殴られに来たのか。いや、てめえらの商売を終わらせに来た。ああ、偽物グッズで荒稼ぎ、ファンの子供は泣かせる、道夫のことは何も知らねえ、そんなゴミみてえな振る舞いをいつまでも続けさせるわけにはいかねえ。ついさっきボコられたくせによく言うぜ。せっかく楽して儲かる稼ぎを見つけたんだ、まだまだ儲けさせてもらうぜ。ゆるキャラごときが正義感かざして俺らに盾ついたこと後悔させてやるよ。話してもわからねえ。確かに俺はゆるキャラだが、八問見逃せるほどゆるかねえんだよ。抜かせろ。おいお前ら、こいつぶち殺すぞ。どうしようかな。やめんなよ。かかってこいよ。なんだよ、クソ強いじゃねえか。所詮お前はまがいものだ。作り手の熱意や思い、情熱が宿ってるから本物であって強さを持ってるんだ。愛情のかけらもないお前らが何度挑んできたって一生俺には勝てねえよ。おい、他にもパチモン作ってるやつがいたら今すぐやめさせろ。これ以上作り続けるなら尾道雄が潰しに行くと伝えておけ。は、はい、すみませんでした。そうだ、弘中は、弘中大丈夫か。
私は大丈夫です。それよりもあちらの皆さんのことをお願いします。道夫君。皆さん、いや、その道夫は腕っぷしには自信があってだな。すごい、道夫君が偽物をやっつけた。え、かっこいい。そういえば聞いたことある。道夫君は地元のチンピラグループを滅ぼしたことがあるって。さすが本物は強いな。最初にやられたのは油断させる作戦だったのか。道夫君。あ？さっきは来てくれてありがとう。僕は本当に嬉しかったそうか。それでね、あの決めポーズもう一回やってくれないかな。あ、私も見たい。さっきちゃんと見られなかったし。私も。仕方ねえな。それじゃあ行くぞ。よく見てろよ、チャーミングな八作フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、生かしたナウイオノトレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、オノミチオだ。いいぞ、ミチオくん。最高。いやあ、本当にありがとうございました。あのパチモン野郎を蹴散らしてくれてスカッとしました。町の人もちゃんと公式ショップから買ってくれるって言ってくれるようになりましたし、これは心からのお礼です。そうか、それはよかった。さっき殴られたところはもういいのか。ええ、大丈夫ですよ。あれくらいでへこたれてなんかいられません。それにあのパチモン男が最後の一体だとは思いません。このままの話にしていたら、あのパチモンの同類がまたどこかで作られるでしょう。ですから私はこれからもそんな連中と戦っていきます。道夫君への思いは何よりも強い武器ですからねそうだな。ところで俺はいつまでこれを着てりゃいいんだ。いい加減暑いし脱ぎたいんだな。もうちょっとだけお願いします。あ、着きました。ここは土産屋じゃねえか。なんかあんのか。実はこのお店に尾道の商品を置かせていただいているんですよ。せっかくなのでブログに載せる道夫君の写真をここで撮らせていただければと思いまして。そういうことか。だがちゃっかりしてんな。わかったよ。じゃあすみませんがよろしくお願いします。ありがとうございました。では私は早速ブログを更新してきますんで、春日さん、またお会いしましょう。ああ、頑張れよ。やれやれ、一件落着ってところか。この着ぐるみどうしたらいいんだ。あ、道夫くんだ。遊ぼう。抱っこして。おおノー。